どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グルリインボーク駆逐スズヤ十三駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。1億ダメージチャレンジですね。前回スキブ使わずに有馬行って9500万ぐらいだったんで、まあ今回スキブ使って十三の方ですね、しっかり1億狙っていきたいなと思います。さて、こくてか待て、武器耐久値あれなんぼあるんや。14かな、14だね。武器耐久値14って今まであったか。キャラで高すぎ問題。これ大丈夫かな。だから入るが6だっけ、マイナス。ちょっと待ってよ、これ普通にやったんじゃできねえ。とりあえず入る打ってみるか。入る打ってで4残るよね。でここへと打てるけど、とりあえず2人にスキル試させたいから金木溜まるよな多分な。これあ、金木普通にやっても溜まるから、ハイルに溜めさせ立ち回りしよう。でエトのブレイクバーストでバフをかけていきます。オッケー、とりあえずね、やることやったから、金木打って、ゴリゴリ削っていこう。なこの時点で今3500万は出てるから、3500万 ?1、100、1000万、あ、いや、全然3500万、800、あ、1000万ぐらいだわ、今。3500万出たらやべえな。まあ、多分1ターン目で2000万ぐらいはいけそうっちゃいけそう。てか、行くな、これは。どうしようかな。一応武器耐久値14だから、毎ターン、一発スキル打つだけでは多分ブレイクできないからさ。とりあえずスキル残したいっちゃ残したいから、知らずを出して、知らずで終わってもいいが、スキル溜まるんだ。じゃあ、ここ知らずな、カグネ出さずに、確かこいつ攻撃力ダウンだったよね。それ打ってもよかったっちゃよかったな。つか今回特攻キャラクター何も入れてきてねえから、まあ火力はまあそこそこでも出てるよ。64万でしょ。やっぱ単金強えな。まあ覚醒キャラの強みは熟練度を上げなくても一応覚醒後のあれは変わんねえとこなんだよな。え、待って待って待って、おい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 、こっちは雲行き怪しいぞ。エトが削られすぎてる。待って、防御上げて、あ、こっち百合属性だぞ。マジで言ってる。とりあえずハイル打ちましょう。このターン一回エト下げて、エト下げてオール出して、ハイル下げて十三出して、十三のスキルを打ちたい。そう、それがやりたい。出血でもダメージ一応入るよね。だから出血でも削っていけば、まあそこら辺若干カバーできるとは思う。多分ね。一応ブレイクバースでバフかけて、ここなぁ。とりあえず、スキル貯めて、オールと交換だ。これで体力が何パーか回復するんだな。何パーだったかちょっと忘れたけど。んで、金木打って、いや、十三武器耐久値バカ高えし、めちゃめちゃ火力が高えし、びっくりした、ほんとに。ここ知らずじゃなくてあれだね、助走十三には助走十三ぶつけていこう。そういうことだな。それお題は結構。さてと、あれいいね。で終わりかな。十三溜まったけど、まあいけるか、いけるよな。打とう。
十増溜まって置いとく必要ねえわ。どうせ次のターン、エト出すから、オールがやられて、エトがやらない限り、このクチャク勝てるけど、まあ大丈夫でしょう。攻撃力下げてるし。いやー、この十増は強えや。アヤトの方はどうなんだろうな。俺今回グール側だから敵アヤトじゃないからさ、味方だからさ。オール、あ、そうか、オールのスキルでも削るのか。オール、そうだな、オールのスキルでしょ、削ってみよう。これ火力どれぐらい出るんだろう。別に有利属性ってわけでもないけど。あー、そのもんね。出血してても、あ、やべえな、これ。めっちゃ削っちまった。オール、うん、十増、まあ、十増置いとくか。いやー、殴りたかったけど、これ以上殴るとあれだから、エト出して、エトでブレイクさせていく。ハイル出してもいいんだけど、やっぱシフト常に残しておきたいんだよね。あ、つかもうシフト全部使ってんじゃん。いつの間使った俺。うっかりさんなんだが、いつの間シフト使ったんだ。殴って、今トータルが6700万か。まあ、この先、この十増が変な行動してこなければ、いける。はず。あ、このターンで金木、カグネ切れるからちょっとまずいかもしれん。ちょっとまずいかもしれん。やめて。エトがなー。おお、なんかエトに攻撃してこなかったぞ。これ幸運だな。で、金木のスキルを試させたい。ああ、これ十増打った方がいいか。十増打って、お題は結構。OK。金木のカグネを出させたい。あ、やべ。よし。まあ今ちょっともったいないことしちゃったけど、たまるよな。オッケー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 、ギリギリだ。めちゃめちゃギリギリたまったわ。で、武器大器破壊して防御力ダウンが発動しちゃうのは十増だから、十増下げてもいいな。これ十増下げて廃炉出すか。こいつのデバフが解除されるのが次のターンかな。次のターンまた十増出す感じでいくかい。はーい、いけませんよ。これさ、最近さ見つけたんだけど、リニューアルした直後に配られた金木が いるんだけどね。多分リニューアル直後だったはず。あれのね、スキルがね、めっちゃかっこいいってことに気づいてしまった。僕はグールだっていうセリフも多分ね、あれね、再収録したんじゃないかなと思うね。若干トーンが違うっていうか。いやー、とやられちまった。まずいぞ。まずいな。やられちまったわ。これまだ防御力じゃない、攻撃力ダウン効いてんな。このターン持ちこたえたい。ダメージどれぐらいいたか見てないな。とりあえず、絶対やらなきゃいけないのが、武器耐久値の破壊だ。あ、でも1億はいけそうっちゃいけそうだな。もう今9900万だから、これでいくんじゃないか。OKOKOK、いったね。なんとか。なんとかいったね。で、ここで、金木くんの、ブレイクバーストを発動させていこう。エトがいないからね。エトがいないから、金木自身が持ってるアビリティのブレイクバースト、S プラスかな?を発動させていく。1.8 倍 ?1.8 倍かな。
くる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 、ヒュンヒュン、ズバ。いいね。ハイルの攻撃モーションめっちゃ好き。スキル攻撃モーションね、めちゃめちゃ好きです。こいつに対して火力は出ないな、オル。じゃあ、カネキ打ってシフト何個残ってたんだっけ？いけるとこまで削ろう。シフトは1個ね。ってことは、シラーズを出せばいいと。シラーズの家具ね、発動してるの確か、5ターンだと思うから、まだ発動してるはず。オーケー、いいね。え、知らず見えないけど。知らず画面外から撃ってるけど。これなんかアップしすぎて全然見えねえじゃん、知らずも。ハイルも。うかく画面外から飛んできてたけど。テオリア！もう何もしてこないよね、さすがに。オッケー。まあ、やられちゃったけど、めっちゃ強かったな、こいつ。1億で、石10個と、美味しいね。まあ、この動画撮るときに、スキブとソウル回復で2個使っちゃったんだけど、あ、やべ、トータルダメージ、あれ見るの忘れてた。はい、ということで、今回は1億ダメージチャレンジ、駆逐の鈴や重造 A でした。ということでね、まあ、皆さんも1億ダメージ頑張って、ください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。今回もイラストが届いております。どうぞ。